エフゲニー・コンスタンチノビッチ・クリモビッチは、ロシア帝国の軍人、警察官僚、中将、警察部長、元老院議員、ポロック幼年団、パブルフ軍事学校を卒業し、第69不評連隊に配属された。1898年、独立憲兵団勤務に移った。1905年の革命後、急速に出世し、一連の都市で警備局長を務め、 モスクワ特別市長となった。第一次世界大戦時、1916年2月に、警察部長に任命され、革命防止のための一連の措置を取った。同年9月15日に解任され、元老院議員に任命された。1917年に逮捕されたが、ロシア南部に逃亡し、1918年、気流軍本部にたどり着いた。1920年5月、 南ロシア軍総司令官、ピョートル・ブラーンゲリ将軍により、ボリシェビキのエージェント対策を行う、防御用機関、総司令官本部特別課長兼、文官局長補佐官に任命された。1920年8月、クリモビッチ将軍による、ロシア軍広報の総統作戦の成功と関連して、ブラーンゲリ将軍は、クリモビッチに国家の警備の全権を委任した。 1920年11月のクリミア脱出後、ベオグラードに居住。1930年6月5日、パンチェボで死去。ありがとうございます。